はい、皆さんこんにちは。本日もプレイステーション4版サムライスピリッツオンライン対戦の寄せ集め集、はい、頑張っていきたいと思います。さあ初戦は騎馬神源十郎対騎馬神源十郎、手出してこんかったか、痛え、手痛い反撃、一つ二つ三つ三連殺になってない、そこが痛い。昇竜拳一つ、昇竜拳すげえた一つ、痛い、強切り、ジャンプ強切り、グガー反撃食らう、一戦、あ入った、一本やった。あ、これあれだ、俺が戦ったやつじゃなくて俺に勝った騎馬神使いの2人がやってるんだった、そうだった、そうだそうだ。おっと、今日の昇竜拳、昇竜拳、そう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 、この2人はあれだ、俺に勝った2人だ。カジュアルマッチで観戦って感じかな、忘れてた、一つ二つ三つ、イノシカチョウ入ってる、お巨切り、昇竜拳割り込むね、なんか今回の、お入った、ヒヨギ死ぬじゃね、うわー、ヒヨギで勝負してた、初めて見た、すげえやるなこのワンピー側、さすが俺に勝った人。さあお次は騎馬神源十郎対ガルフォード、そうだ、1戦目の勝った人と俺か、プラズマブレイド、パピー前、一つ二つ三つ、命が超痛い、あぶねえ、お紅玉陣、そう昇竜拳じゃなくて紅玉陣だ、痛い、紅玉陣、今回の紅玉陣なんか判定も無敵も強い気がする、弱中と今日は分からんけど、なんだろう今回かやった人でも、なんだろう、三連殺の一段目をガードさせて攻撃陣で割り込むとか、なんか割り込み返しみたいな。おっとストライクヘッズが決まった、言ったら三連殺の一段目をガードしたら反撃したくなるから、そこで逆に痛くの攻撃陣、プラズマブレイド、あれはうまい戦い方だった、騎馬神源十郎使うだったら絶対真似た方がいいと思ったから俺は早速真似た、でも戦い慣れてないからダメだ、ダメだけどな。騎馬神源十郎は面白そうなキャラ、ぶっぱらしい、パピー入らんかった、ルズマブレイ、相打ち痛い、うわ、コマンド投げ、めちゃくちゃ減った、前、終わった、それで反撃してくるか、うまい、最後の反撃の下が非常にうまかった。やっぱレプリカアタックはな、ガードされた結構反撃食らうものって考えた方がいいかもしれない、反撃食らわないこともあるけど、うわ、食らったー、ゾーン、うーん4割か、攻撃陣これで半分、プラズマブレイ飛び、俺も発動したい、発動しようかな、攻撃陣やばい、うっ危ね、ラッキー、パピー前、場所によって反撃食らわないんだよな。攻撃陣
ジャクチュー、プラズマブレイ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 、飛び、うっ、痛い、危ね、プラズマブレイ、パピー、パピー、うっ、あーっちゃ、危ない、攻撃陣、嘘、終わった、あーまだギリギリセーフ、きたー、絶対飛んでくると思った、最後のはバッチリだった、レプリカアタックナイス、自分で言うのもなんだけど今のはジガジさん、さあお次は、おっと今度は騎馬神源十郎対野球十兵衛、野球十兵衛も使いキャラだったからな、昔はでも野球十兵衛は飛ばせて落とすだったよな、あ、しゃがみ中切り結構出るの遅い、そうジャンプ中切り対空、攻撃陣、あ、二段蹴りじゃなくなっとるんか、水月刀、水月刀、水月刀、うわ危ね、痛い、発想ハッパーが勝手に出た、やばい、野球十兵衛はどうなんだろう、なんか使いづらいな、よし飛ぶと思った、絶水月槽取っていいよでもきっちり水月槽を食らわす、対空中切り、あ、蹴りが弱い、二段蹴り強かったのにな、前は野球十兵衛、中切り水月刀、しゃがみ中切り結構出るの遅いな、立ち中切りの方がいいかもしれん、あいかん、昇竜レッパー投げ、中切り水月刀、痛い、なんか今回の三連殺よく分からんけど食らうな、うわっ、おっと強昇竜でいかん、途中から食らった、やばい、うっ投げ、ちぎり、よっしゃー、危ねえ、野球十兵衛光吉、この野球十兵衛さん光吉さんだからな、飛ぶと思った、で水月と減る、4割開幕4割はでかい、いいよ取って、でも中切り水月と、中切り水月と、痛い、中切り、あでも立ち中切りリーチあるな、第3連殺、そう3連殺なんか2ヒットになるんだよな、でも食らう、うわ二段蹴りじゃなくなってるの非常に使いづらい、中切り水月刀、中切り、やっぱりしゃがみ中切りより立ち中切りの方が使いやすい、久しぶりに野球十兵衛で勝てた、これはちょっと嬉しい、さあお次は、おっと覇王丸、覇王丸と騎馬神源十郎宿命対決じゃないか、いざ尋常に1本目勝負、ナイス、立ってくれてると思った、ジャクジャク、う割り込まれた、古月山、旋風烈山、旋風烈山、スライディング、おっといきなり来たか、投げ大切り、投げから大切り入らないんじゃないかな、トレーニングで試してみるとわからんな、このゲームなんか投げからの大切りとかってなんだろう、結構連打でいけちゃうからな、ガルフォードとかだと投げしゃがみ大切りは連打で簡単に入る、目押しする必要があまりない、
宙切りプラズマブレイドとかだったら全然連打で入るしな。3連殺イノシカ超、あうわー吸い込まれた、逆に。宙切りガードされてる、終了。しゃがみ台切りで反撃食らった。やられた。さあお次は、う、中段中段中段返し、中切り攻撃陣、古月山旋風烈山、中切り、ああ吸い込まれた。あの逆昇竜の技かなり吸い込むんだよな。暴れたところ吸い込む。よし課長三連山食らった。中切り古月山烈心山飛び烈心山弱、うう割り込まれた。やっぱり攻撃陣強いな、割り込みが。いやー終わった、終わってる。はじキャンセル、はじき、うわー攻撃陣削られたかな。まあ、どっちにしても負けだ。今回の攻撃陣ほんと割り込みと判定すごい強い気がするな。さあお次は、はいお次はガルフォード対半蔵、いざ尋常に一本目勝負。お成功、開幕ジャンプ中パンチで対空を狙って着地投げ成功、キャンセルで隙を軽減。おっとモゾ落とし、なんか今回のモゾ落としってむちゃくちゃ減るっていうイメージがないな。ストライクヘッズでやり返し、中段前パピー、うお中切り、いい感じで、おっといいか、うそマジか、めちゃくちゃいい感じで対応できた。奇跡的に全ての技に対応して返したって感じだぞ。今のは良かった。パズマブレイパピー、天草戦法の下強切り、痛い、その2ヒットめちゃくちゃいって、減る、モズ落とし、痛え、中段うまい、今度は逆にやられてる。あーぶっ放した、最悪。強切り、立ち強切りの2ヒットはむちゃくちゃ痛いな。最終戦勝負、モズ落とし、痛い。蓄積するとやっぱ痛いな。ただストライクヘッズにしろ、モズ落としにしろ、まあ、投げにしろ、今回はあの投げすかりの隙がむちゃくちゃ大きいからすごいリスクがある。ちぎりプロズマブレイ、中段もう一丁出す、中段痛い、いる、ちぎり、うっ、うわー何それ、何が起こったの最後、意味がわからなかった。はあ。さあお次も、おっと今度は源十郎対半蔵、しかし最後のはさっきの最後のマジで意味わからなかった。何が起こったんだっていう。爆炎流、木場神源十郎はなんか歩くのがすっごい遅く感じるな。あぶね、危ない危ない、ジャンプの距離も短く感じる。1つ2つ3つ2ヒット、押しっぱなしで上から飛んでくるよ。手出してこんかったか。爆炎流
痛い、食らった。立ち競技で無理か。よし、暴れた。これ暴れたら突き刺さるからな。1つ2つ3つイノシカチョウ、やっぱり2ヒット。1つ2つ3つ1ヒットもしてないんだよ。2ヒットすらしてない。単発やばすぎる。2本目勝負。あいた、あーやばい、あ、戻っとしか。うわー、対空一戦。なんか一戦ってなんか対空になるイメージがあるな。ちぎり。俺もだ。投げから一戦、よっしゃ、ドン。減らねえ。この一戦が減らない理由って何なんだ。ゲージが少ない方がいいってことか。あいた、うわ、中断。投げから強切り入った。いい勝負。中断かー。そう、なんか半蔵のダッシュ攻撃の中断って裏に回っても後ろに攻撃があるからな。最終戦、痛い。痛い。攻撃陣を2ヒットした。虚偽でいい、チェック。1つ2つ3つイノシカチョウ、ラッキー。痛い。モゾ落とし、ガッサーだ。最悪、スライディング、スライディング、ジャンプ、虚偽り、中断、爆炎流、虚偽り、あー、やられた。めくってくぐって弱切り。はい、今回の動画はここまでです。コメントやフォローもよろしくお願いします。